こんにちは情報をどのように解釈するかということなんですけども今回はですね上杉謙信が「なせばなるなさねばならぬ何事も」というふうな言葉を発したということだったんですけどもまあこれは上杉謙信の名言として知られているわけですけども実際はですね上杉謙信の参謀で上杉謙信が決断に迷った時に必ず相談していた、まあ、そういったね、えー、有力な参謀がいたんですよね。 まあその名前は今伝わってないんですけども、実はですね、上杉謙信が、あの、決断に迷った時に、ある瞬間にですね、この参謀にお伺いを立てたんですよ。その時に、どうするべきかということは言わなかったんですけども、ただこの言葉を言ったんですよね。なせばなる。なさねばならぬ何事も。というふうに言ったんですよ。で、それで、ビリッと電流が走ったらしいと、上杉謙信は、そうか、そういうことだなと。 このまま悩んで迷っていてもそれはやらないのと一緒のことだと。ではやってみようか。どうせわしも不老不死じゃないと。いずれ死ぬ、戦で死ぬのか、それとも病気に伏して、ゆっくりと床について死ぬのか。どっちかというと私は戦場で死にたいということだったんで、決断をしたというふうにね、伝えられてるんですが、これが本当かどうかはわかりません。つまり歴史上の人物とか名言には、 まあいろんな捉え方があるしこの人が言ったとした方が影響力があるだろうなというふうにあとで脚色されたりするわけなんですよね、まあ、ですので自分が考えた名言でもこれに威力を持たそうと思ったらあの人がこんなことを言っていたよというふうに口述的に伝えた方が信頼を得る場合があるんですよね不思議ですよね情報発信っていうのは自分が言ったことよりもある人がこんなことを言ってねっていうふうに自分が登場しない方が自分に対して信頼が集まることもあるんですよね えー、皆様ねどのような情報を発信そしてどんな情報受信をするでしょうかいってらっしゃい。